身近に感じて信州サッカーを盛り上げましょう。こつばきのぞみが信州の J リーガーの素顔を覗く信州 J のぞみみ。さあ月曜日は松本山雅の片山雅人さんとお伝えします。片山さん、はい、山雅おととい一番に勝って2連勝、はい、そうですね、本当好調ですね。いい試合でしたね、まあはい、僕も現地で見てたんですけど、選手もサポーターも気持ち入ってましたしね、まあ、気持ちいい勝ち方でしたね。私もあの地元が千葉なので、あ、そうですか、千葉に帰って応援してきました。来てくれました、行きました、ありがとうございます、はいはい、そんな絶好調の山川から、はいはい、今日は仲良し3人組、仲良し3人組、はい、紹介します。ピンときましたか？まさかあいつだかなそのまさかが的中するんでしょうか、はい、今日は3人にお互いのいいところを紹介し合ってもらいました、はい、VTR どうぞ。か心配ビルトクをご覧の皆さん、せーの、こんにちは、犬飼です。村山です。岩沼です。3人は仲がいいということで、今日はあの昼とこを見ている皆さんにそれぞれのことを教えてもらってもいいですか。まずは犬飼選手のことをお二人教えてください。若い、はい、ヘディングが強い。続いて村山選手キーパーなので去年ゴールを決めた。あー、すごい、キーパー、それはすごい、すごい筋肉目立たないけどチームにいなきゃいけない存在。あ、いいの出た ね、 いいかっこいいね。今の一番ずるいね、うん、まだまだ試合は続くんで皆さんでぜひハロウィンに来てください。頑張ります。さあ片山さん、はい、3人どうですか。ね、まずねクラブを代表して謝ります。いや本当にすいません、こんな映像で。いやいや、すごいね、あの賑やかな。いやでもまあ仲良の良さがね、はい、こっちまで伝わってきましたね、はいはい、片山さんから見てこの3選手、はいはい、どんな選手ですか、うん、まあ、本当にね今の VTR もそうですけど仲良しなんですよ。まあやっぱりプレー中もそうですしプライベートもなんかね仲良しなんで、うん、まあでもちょっともうちょっとねちゃんと VTR してほしいね、はい、ダメ出し出ちゃう、ね、ダメ出し出します、はい、さあこの3人を詳しいプロフィールで見ていきましょう、はい、まずは村山選手です。はい、村山選手のプロフィールがこちらです。片山さん、村山選手はどんな選手ですか。そうですね、やっぱりこうチームのムードメーカーの存在なんで、まあ、試合中はね、まあ、ゴールキーパーで一番後ろから声も出しますし、うん、まあ、試合以外の時もね声を出して、まあ、チームを盛り上げる、そういう選手ですね。千葉戦でもナイスセーブありましたもんね、はい、そうですね、まあ、彼は守護神ですね、やっぱりね、はい、さあ続いては岩沼選手です。岩沼選手はどんな選手ですか。まあ、ここにも出てるようにね、まあ、天然キャラも炸裂するような選手なんですけど、まあ、試合になったら非常にこう熱いハートでね激しいプレーもしますし、まあ、本当に期待を持てるというかチームの中心選手ですね。確かにこうキラリと光るプレー目立ちますもんね、はい、まあ、顔にはねちょっと出ないですけど激しいプレーが多いですね、はいはい、そして最後は最年少の末っ子的存在、はい、犬飼智也選手で3人の中で最年少です、はい、どんな選手ですか。まあ、やっぱりこう良くも悪くもこうボーっとしてるというかね、まあ、でも彼の特徴はそれですし、まあ、やっぱりまだまだ若いですから、まあ、将来本当にこのまま成長していってもらって日本をこう代表するような、ね、ディフェンダーになってくれるっていう逸材ですね、はい、これからまだまだ急成長、本当に楽しみですね、はい、成長は。さあ3人のプロフィール紹介してきましたけれども、はい、この3人、はい、オフでも一緒に過ごすことが多い。オフでも知るんですか、はい、ということでオフの写真を見せてもらいました、はい、では行きますよ、はい、3人のオフをのぞみに。さあこちら3人でオフに長野県内出かけた時の写真ということなんですけれども、はい、まあ、一番背の高いハーフパンツを履いているのが犬飼選手、はい、真ん中が岩沼選手、はい、一番端サングラスを首からかけているのが村山選手ですね。なんで背の高いの観光写真みたいなのもね、あの3人で出かけた写真ありますかと聞いたら、はい、即ありますと言って送ってくれました。プライベートでもこうやって行くんですね、3人でね、本当にいいですよね、はい、そしてさらにちょっと別のショットがあります、はい、ここでもスリーショット、あのね暗いですちゃんと撮れって言っときます3人に、はい、はい、でも本当にこうどこに行ってもこう3人で写真を撮るって仲の良さがなんか3兄弟みたいなね、はい、感じがしますね、はい、はい、本当に兄弟みたいですよね可愛いな、はい、さあ、はい、この3人、はい、いつもはこの後は選手名刺紹介してるんですよ ね、 そうですね、ここでは写真でいつも紹介しているんですけれども、はい、今日は特別に、特別に、はい、あのデジカメを渡して3人の昼食の様子を見せてもらいました、はい、特別ですね今日は、特別です、なので昼食の様子を
のぞみに。さあ練習後のイタリア料理店です。3人はグルメリポートに挑戦しました。まずは犬飼選手。これは桜エビとシラスの、ちなみにシラスと桜エビペペロンチーノ豚でしょ。絶対離れますから、じゃあ食べてみて。いただきます。もうどうペペシラスと海のシラスと海のリポートしようとすると言葉って出てこないですよね。次は村山選手。箸、まず箸。大好きなパスタをお箸で食べます。さあお味は？大盛りです。あ、チーズ。うん。口の中にパーッと香りが広がって。地獄がありきたりか。口の中の夏休み。村山選手、夏野菜を食べて夏休みときましたか。子羊のうまそうなんですよ、カレーです。絶対さっきテレビ用におしゃれなやつ頼んだじゃん。確かに違う、いつも羊ってどうやって鳴くんだ。目素揚げ子そんな何だ、何だっけ。いただいています。羊の味がするそのまんまじゃないですか。皆さん楽しいリポートありがとうございました。片山さん、ダメですこれもう。ダメダメ、絶対ダメですね。はい、はい、まあでもプレーは一流なんですけど、レポートはね三流でしたね。はい、でも本当に3人で仲良さそうに食べていて、はい、これ以外にもねちょっと落としてしまった部分もあるんですけれども、うん、終始3人もうゲラ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 笑いながら、まあ、まあその仲の良さっていうのが試合にもねいい感じで出てるんでね、はい、まあ期待はできますけど、はい、サッカーではね、はい、私今回この3人を、はい、まとめて取材させてもらったんですけれども、はいはい、まあ、とにかくいいところは何ですかとお互いに聞くと、はい、ポン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 お互いから出てくるんですよね。でこう立ち位置的にも村山選手が3人を束ねている存在、はい、まね、はい、そして岩沼選手はそれをなんか微笑ましく見ているような感じで、はいはい、そこにどんどんちゃちゃを入れていくのが可愛がられている犬飼選手という感じで、本当にバランスが取れているなと感じました。バランスといってトリオですね、はい、もう試合ではもっともっとこうバランス取ってねやってほしいですけど、うん、はい、まあ、でも仲良いことはいいですよね、はいはい、ぜひねこの3人のこう、はい、普段の仲の良さっていうのがプレーにも出てくると思いますので、はい、この3人の連携とか、はい、そういったところにもぜひ注目してこれから試合見てみてはいかがでしょうか。はい、さあ片山さん、はい、次の試合はホームのアレインでの試合ですね。そうですね、アビスパ福岡との試合ですけどね、はいはい、今週の土曜日ですね、はい、午後6時からアレインでアビスパ福岡との対戦です、まあ、ここまで今山が2連勝中ですが、うん、このアビスパ福岡戦、はい、どういうところが見どころになってきますかね。まあ、やっぱりこの試合でね前半戦というか1巡目が終わるんで、うん、まあ、2巡目以降活躍していくためにもしっかりと勝ってね次につなげないといけない試合だと思うので、まあ、勝つことは絶対必要ですね、はい。これから、まあ、6月が今日で終わって、はい、明日から7月、8月と、はい、いよいよこう夏に強い山形の季節がやってきますが、うん、今年もね、例年通り強かったらいいんですけどね、失速してしまうとねもう最悪なんで、まあ、言ってくれると思いますけどね、しっかりね、はい、まあ、この夏を戦い切ればいよいよ本当に J1 っていうところが、まあ、そうです ね、もちろんそこを目指してねチームもクラブもやってますし、はい、そこはもう絶対ですね、はい、まあ、今ワールドカップ真っ只中ですけれども、はいはい、片山さんも今日は3時までワールドカップ見てたと、はい、寝れてないですね、 NHK さんのおかげで、はい、ありがとうございます、はい、ワールドカップさらに松本山雅の試合とサッカーますます盛り上がってきていますの で、 です、ね、はい、ぜひ皆さんも夏バテせずに見てください、はい、この後全国の気象情報の後また3分後圏内の気象情報です、はい。